ヨセフとポティファールの妻は、現在マドリードのプラド美術館にあるヤコポ、ティントレットによる1555年頃の油ザ画である。ウルカヌスに驚かされるビーナスとマルス、レダと白鳥と、ほぼ同時期に制作された。主題のヨセフとポティファールの妻の物語は、旧約聖書からのものである。絵画は、ベネツィアへの2回目の訪問中に、ディエゴ・ベラスケスによって、 スペインのフェリペ4世のために、他の5点の旧約聖書主題の絵画と一緒に購入された。他の5点は、スザンナと長老たち、アハシュエロスの前のエステル、川から救われるモーセ、ユーディットとホロフェルネス、シバの女王のソロモン訪問であり、現在すべてプラド美術館に所蔵されている。これらの作品の見上げる視点は、天井を飾っていた可能性があることを示唆している。 ロスグランデスヘニョースデルアルテ、トモ28、ティントレット、ウナダットエディトリアル、2005、マドリード、エスパーニャ、ISBN8496507041。ありがとうございます。